材料はこちらを使っていきます。ではチョコレートを切っていきたいと思います。ざっくりと切っていく感じで切っていきます。こちらに入れていきたいと思います。それではチョコを湯煎していきます。ということで、やっとこんな感じになってきました。ここに、マシュマロを、入れていきたい、ポンデュしていきたいと思います。こういう感じで、マシュマロにチョココーティングしていきます。斜め半分ぐらいこうつけていく感じで全体に表面に塗れるような感じ。こんな感じですね。こちらに置いていきます。はい、こんな感じです。先ほどのくるみを、上につけていきたいと思います。そこでこういう感じで、くるみをつけて、くるみがコーティングされてちょっとした、はい、こんな感じでですね、くるみをつけていきます。こういう感じでラッピングしていきたいと思います。くるみハートマシュマロチョコの完成。今度はですね、このくるみクランチです。くるみクランチはくるみをざっくりとこのチョコレートと混ぜてクランチのようにしていくというふうな方法ですね。それでは、ラッピングしていきたいと思います。まあ、なんか外国の方とかに、喜んでいただけたらなと、去年もそうなんですけど、外国の方に配って美味しいねとかっていう、大体ね、ステムを取っていきます。量がざっくりだと思います。くるみのチョコを、入れていきます。はい、ということで完成です。外国の方に、配ります。これから、みんな待っててねー。This is お高いと思います。美味しい。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。ありがとうございます。Where from? 台湾。台湾。台湾。Do you like Japan? Yes. Thank you. Hello. Hello. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine.ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ハロー。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。I'm in Malaysia. マレーシア。マレーシア。Do you like Japan? Thank you so much. バレンタイン。これはくるみマシュマロです。Thank you so much. Where from?台湾、Do you like Japan? はい。Thank you so much. Happy Valentine. Hello. Hello. Happy birthday. Happy Valentine. Happy
Happy Valentine. So Happy Valentine. This tastes? 美味しい。あ、美味しい。Yeah. あ、よかった。安心しました。あのくるみが入っている。くるみ。Good. ああ、よかったです。安心しました。Thank you so much. ありがとう。Happy Valentine. ありがとう。ジャパン。Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you.Hello, 台湾の皆さんです。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。はい。ハッピーバレンタイン。はい。ありがとうございます。台湾の皆さん。Yeah. Thank you so much. ということでね、全部配り終わりました。結構ね、もうたくさんの量作ってきたんだけど、あのみんなあのもらってくれました。まあ、美味しいって言ってくれた方もいたので、本当に安心しました。あのバレンタインにね、本当にたくさんの人愛を込めて作ってよかったです。ありがとうございました。安心しました。